まあ非常に悔しいし情けないっていう感情でしたね。やっぱそのキャプテンがその最後の試合に出れないっていうのもあった。チームもみんなにも申し訳なかったですし、やっぱそのまあ今までその教わってきた武さん、松島さんとか、まあ、監督にもそうですし、まあ、親にも家族にもちょっと申し訳ないっていう気持ちでした。もう本当に歩けなかったんで、けどそのトレーナーの人がなんとか予兆音符をやってくれて、でまあなんとか足つけるところまで行ったんで、これはまあ後半からでもいけるように、なんとかやれることやろうと思って、まあしたりとか、まあアドレナリンがもしかしたら出てきて全然痛くなくなるかもしれないとも思ってやってました。ね、まあやっぱ自分が出てたら勝ったなっていう感じでしたね。もうはい、ここでも一部上がって、 それこそ大阪を大手の島のためにも残してあげたかったなっていう後悔が残りました。今日相手、まあ、もちろんプロっていうのは同じバスコートの人たちなんですけど、自分たちのプレーにフォーカスして、ディフェンスからディレクションで、ちゃんとコミュニケーションを取って、どこでアドバンテージ取れるかを最初に探して、で、後から出る人をスローちゃんと確認して、どこで攻めるかと、あとはディフェンスとかしっかり強度を上げてやる、どっち待ってたら負けるから、それは待たないと、自分たちからチャレンジして、ファール少し込んでもいいから、こっちから向かっていく。僕じゃないと今日何もやらない、ちゃんと得て試合を終える。僕じゃあ行こう。木島、大阪あたりはいろいろ連絡来て、チームの状況とかいろいろ話したりするんですけど、まあでもみんな結構やっぱ前向きになって、去年まではその3年当時3年生だった子たちは全然チャランポランだったんですけど、自覚も4年生になって芽生えて、まあ多分良くなるんじゃないかなって確信してます。Yeah.
リバウンドのところでボックスアウトフリースローでしないとリバウンド取られてでディフェンス参戦もいないでプレッシャーもかかるので簡単にオープンショットになるかもしれないダメじゃんアクションも勝ってないのその前のチャンスリーザーがここまでの試合になるんですよ全員リーグ戦5人で勝てないよ十何人出るよまあ全員が同じことしなくちゃダメなんだルールどうした大学生と。あ、疲れました。疲れたっす、疲れたっす。出ないんで。大先輩が出ないから。どうですか、大学生と試合してどうですか。いいっすね。やっぱこうやって帰ってきて試合して。みっともないっすねけど負けてるんで。出てない先輩こうやって言ってますけど。いや本当そうなんですよ。いつも僕のシーズンここでいびられてから始まるんで。先輩に今年おとなしかったっすねいつもオラオラしてるのに来た お疲れ様です お疲れ様です点数の確認したいんですけど何対何ですか104対94で勝ちましたね嘘つけそう落ちてるんだからそうだよそうだよね。こっちこっち。これ負けたんですよ。いや、学生はやっぱいいですね。元気で。大人になっちゃったっす。あんま変わんないじゃん。結構フィジカル的にも来てたんで、その戦う場所をその変えるっていうことで滝さんに言われて、そこからいろいろ。1対1のところもそのオフボールからずらしていってするっていうのをちょっと意識してガードとしてはやってました全体的にはでも、まあ、ターンオーバーも割と多かったっていう印象はあるけど、まあ、修正点もまだマシだったそうですねまだ対人全然やってないん で今日もその対人やってない中でそのブレイクを出すっていうことを意識つけてやってたんでこれからマット練習して、そのターンオーバー減らしてやっていきたいなと。近しい先輩もいたし、はい。ね、原先輩みたいな、期待な先輩もいたけど、先輩たちから学んだことは。やっぱそう、スペーシングとか、その、今日、いきなりチーム組んでやった中で、そのスペーシングとか合わせとかできるのは、やっぱコミュニケーションとかの違いなのかなって思うんで、そういうところはやっぱ取り入れたいなって思います。なんかいや真面目な感じちょっとやだな慣れないな